世界監督は日本の映像クリエイター、YouTuber ーー、株式会社リプコン執行役員。本名は宮本武史郎。現在は企業 PR や広告制作に携わり、個人として短編ドラマ制作チーム、インスタントシネマを立ち上げるなどを活動している。YouTube、宿老から夜かし公式メンバー、横浜出身、監督、 代表作に中二病学園などがある。ソーシャルメディアを中心にバズる動画を展開。世界初の FPV ドローンで撮影したショートフィルム8で繋がる家族など企業とのコラボ動画なども取り扱っている。小学校の頃は控えめでおとなしい性格だった。当時映画好きだった父親の影響を受け、映画を1日2から3本見るほどの映画好きになる。 動画を始めるきっかけに友人たちと始めた YouTube がある。最初こそ動画再生数は稼げなかったが、独学で100本ほどの動画を制作、研究するうちにバズる動画の共通点を自分なりに発見、考案する。当時、ダンス動画などを中心にバズっていた TikTok に目をつけ、縦型ドラマを提案すると面白いのではないかと。 TikTok 発の縦型ドラマを考案し、SNS を中心に話題になる。TikTok のフォロワーも一気に30万人近く増え、以降、バズる動画を制作するインスタントシネマとして注目を集める。企業向けコラボ動画は累計再生回数1000万回を超えるなど、ソーシャルメディアに強い企画や監督として定評がある。世界監督の名前の由来は、 世界に届けるコンテンツを作るという思いから、大学卒業後、オーストラリアで日本語教師をフリーで行う。横浜にコミュニティを作るための会員制バーイップサロンの立ち上げ兼運営を行う。クリエイター専門シェアハウス、ハウスイズの発起人。恋愛情報チャンネル、宿老から夜深し出演。ありがとうございます。